夢ま。長篠の戦いにて武田を制し、信長の天下統一が大きく近づいたと思われたその矢先であった。わずかな警備兵を除いて織田軍が眠りについたある夜、本能寺を襲った軍勢。それはこの旗印は水色貴重謀反か光秀。激動本能寺。この時を待っていましたよ、信長公。ああ、早く素敵に殺したい。敵は本能寺にあり。光秀、ぜひもなし。上総介様、お願いです、お逃げください。剣の轟きを恐るに足らず。様に歯向かうからよ。今日も覚めた。あなたはどこまでも気高く残忍。どこまでも残忍。
ってな。もう戻れねえんだ。止まりませんよ。あなたは土に沈め、想像すると楽しいですよ。方ばかり、それも一緒。頼りのないこと。この日のため。私は生きてきたのです。さあ、失望させないでくださいよ。うすけが地獄の道を見せてやる。光秀様には光秀様のお考えなんてのこと。上様、どうかご無理をなさらず。黙れ女め、過ぎた口を聞くな。頑張ってください。
皆の者、恐れるな。奴の引くのは小僧。逆らえてごめんな。光秀様には。
ケチ君、もう十分だ。秀吉は待っている。あなたが来るのを。